日本の傑作機ベスト5。太平洋上で、そして本土上空で戦った日本機たち。戦いに敗れはしたものの、日本の技術人は多くの航空機を生み出しました。太平洋戦争を通じて製造されたのは8万機近くとされていますが、今回はその中でも傑作と謳われた航空機の数々をご紹介してみたいと思います。どれが選ばれるのか、どうぞ皆さんで想像してみてくださいね。第5位、圧倒的な航続距離を誇った空飛ぶ戦艦、日式飛行艇。航空機が空へ飛び立つ場合、必要となるのが滑走路です。日本軍が南方へ進出した場合、一から飛行場を作らねばならず、そもそも重機が不足していたことから、大変な労力で設営したといいます。その点フロートを取り付けた水蒸気であれば、波が静かな水面さえあれば、離着陸が可能です。そのため日本は、戦前から水上飛行艇の研究を進めていました。昭和13年、日本海軍は川西航空機が開発した97式飛行艇を正式採用しています。この機体は各国が配備していた飛行艇より高性能なものでしたが、海軍はさらなる後継機の開発を川西航空機に指示しました。その要求はかなり過大だったようです。最高速度が444キロ以上、航続距離は通常装備で7400キロ、爆撃装備で6500キロ、20ミリ機銃を多数装備し、なおかつ爆撃が可能であること、操縦性がすこぶる良好であること。当時世界中のどこを見回してもこのような性能を持つ飛行艇は存在せず、まるで夢のような話でした。ましてや最高速度444キロなど、主力戦闘機の速度とほぼ同じです。それでも川西航空機は、後に紫電海を設計する菊原技師をメインに据えて、この要求に立ち向かいました。まず原動機には、圧倒的なパワーを持つ火星エンジンを装備しており、これは後に戦闘機ライデンにも採用されたほど。ついで機体にはアルミ合金で最高クラスの強度を持つ超超ジュラルミンを使用しました。また操縦性を向上させるため、独自に開発した特殊フラップが採用され、荒れる海面からの離水を想定して、胴体下部に波消し装置が装備されています。さらに外骨格構造を取り入れ、燃料タンクに防弾処理を施したことで、すこぶる撃墜されにくい機体となりました。そして昭和15年に試作機が完成し、長期にわたる試験改修の末、日式飛行艇として正式採用されたのが昭和17年のことです。日式大艇とも呼ばれていますね。ちなみに全長28メートル、全幅38メートルという巨体だったこともあり、様々な任務に対応する機体となっていました。本来の爆撃や偵察の他に、輸送機としても活用され、こちらは制空という名称が付けられています。また7000キロ以上という驚くべき航続距離を誇り、東京からハワイまでノンストップで飛べるという、世界最高峰の性能を有していました。ちなみに長時間の飛行を考慮して、機内には休憩用のベッドや冷蔵庫、エアコンなどが完備され、水洗トイレまであったというから驚きです。さて、実戦における性能もすこぶる上々でした。昭和17年3月3日、横浜航空隊所属の日式飛行艇2機はマーシャル諸島のウォッツェ海峡を離水し、翌日に潜水艦からの補給を受けています。その後ハワイのオアフ島へ達して、ホノルルの爆撃に成功しました。効果は限定的だったものの、日式飛行艇はその実力を発揮したのです。その後も日式飛行艇は偵察や輸送任務に活躍しますが、
米軍が驚いたのはその打たれ強さでした。いくら撃っても落ちず、逆に5門備えられた20ミリ機銃が火を吹いてくるのです。錦飛行艇が短期で B-24 や B-25 を撃墜した記録もありますから、米軍にとっては厄介な相手でした。それでも大戦末期に日本が制空権を奪われると、佐島の錦飛行艇も日を追って失われていきました。現在当時の機体は海上自衛隊鹿屋航空基地で展示されるのみとなっています。第4位、戦闘機に負けないスピードを誇った艦上爆撃機水星。日本海軍では急降下爆撃の優位性に着目し、早くから研究と試作機の製作に取り掛かっていました。こうして正式採用となったのが96式艦爆や99式艦爆といった艦上爆撃機です。さらに海軍は昭和12年99式艦爆に代わる機体の開発を愛知航空機に命じ、最高速度、巡航速度、航続距離など旧型機をはるかに凌駕する高性能を求めました。愛知航空機では山名義士を設計主任者として開発が始められ、昭和15年に試作機が完成しています。まずドイツ製エンジンを国産化した熱田12型エンジンを装備し、搭載する爆弾は剣下式ではなく内蔵式になっていました。また最大で500キロ爆弾を積むことができたそうです。さらに極限まで空気抵抗を軽減するため、水冷エンジンと相まって流線形の美しいシルエットとなっています。さて、試験飛行の結果は驚くべきものでした。爆撃機でありながら最高速度551キロを叩き出し、これは新鋭機ゼロ戦より速いことを意味します。もちろん米海軍の主力爆撃機ドーントレスよりも140キロ、後継機のヘルダイバーより70キロも高速でした。その素晴らしい性能に目がくらんだ海軍は3機の試作機を試験的に南方へ投入。ミッドウェー海戦では偵察機として空母蒼龍に搭載させています。しかし試作機2機は海へ沈み、もう1機もエンジンの不調によって活躍できませんでした。昭和17年7月、海軍はこの航空機を偵察機として正式採用するのですが、その直後に空中分解事故を起こしてしまいます。つまり急降下爆撃機としては採用するには難があり、そのために艦爆としての正式採用は大幅に遅れてしまいました。そして昭和18年12月になってようやく艦上爆撃機水星11型として正式採用となったのです。ちなみに水星には急降下爆撃、偵察、夜間戦闘など任務に応じた派生型が存在しますが、やはり高速に特化し機体性能に余裕を持たせたことで様々な応用が効いたのでしょう。しかし正式採用になったといっても大きな問題点がありました。それは搭載する水冷エンジンがたびたび故障を起こし、水星の稼働率が悪くなってしまったからです。そもそも日本は水冷エンジンを大量生産する技術力が低く、個々の品質にばらつきがありました。そのため液漏れや燃料漏れが頻発し、搭乗員や整備員はその度に泣かされたそうです。また高速であるがゆえに空母への離着陸が難しく、大砲や小核といった大型空母でなければ運用できない難点がありました。つまり数を増やしつつあった巡洋、千歳、千代田といった小型空母では使えなかったのです。そしてマリアナ沖海戦で日本機動部隊が壊滅した後、昭和19年末になってようやく空冷式の近接エンジンに換装された水星33型が登場しました。さすがに最高速度は低下したものの、
エンジン出力が向上したことで上昇性能がアップしたといいます。しかし戦局の悪化に伴い彗星が本来の実力を発揮することはありませんでした。もはや乗るべき空母もなく、ほとんどの彗星が特攻機として運用されたのです。ちなみに彗星が最後に出撃したのは昭和20年8月15日のこと。護航艦司令長官宇垣まとめ中将の特攻でした。第3位、太平洋戦争を通じて大活躍した傑作機ゼロ戦。誰もが知る日本の戦闘機といえばやはりゼロ戦ですよね。正式にはゼロ式艦上戦闘機といい、日中戦争から太平洋戦争末期に至るまで活躍しました。さて昭和12年、日本海軍は三菱、中島の2社に次期艦上戦闘機の開発を命じています。もともと96式艦船という素晴らしい機体があったのですが、海軍はさらに強力な戦闘機を求めたのです。それは最高速500キロに加え、強大な航続力と優れた格闘性能、強力な武装を要求するものでした。ところがあまりに無理難題だったことで中島飛行機が脱落し、三菱航空機のみが開発することになります。そこで三菱は堀越技師を設計主任者として設計開発を開始。紆余曲折の上、昭和14年3月、ついに試作1号機を完成させました。そして試作3号機には開発したばかりの栄エンジンが搭載され、試験飛行もすこぶる上々の成績を収めています。あまりの航続距離と高性能に海軍は驚き、正式採用される前に実戦部隊へ配備されたそうですから、すでに優秀なポテンシャルを持っていたのでしょう。しかし高速と格闘性能を両立させるには何かを犠牲にしなくてはなりません。そこでゼロ戦の重量を削減するべく、フレームに多数の穴を開け、強度を損なうことなく材料の中抜きを行ったのです。また防弾装備を最低限にすることでさらなる重量の軽減を図りました。こうして防御力を考慮に入れず、格闘戦だけに特化した戦闘機が誕生したのです。やがて太平洋戦争が始まると、ゼロ戦の独壇場が続きました。ライバルとなる F4F、P40 などはまるで相手にならず、バタバタと落とされていきます。また熟練搭乗員の優れた技量もあり、ゼロファイターは連合軍パイロットにとって恐怖の対象となったのです。しかしアメリカはゼロ戦に対抗するべく、密かに新しい戦闘機の開発を進めていました。また不時着したゼロ戦を徹底的に調査して弱点を調べ上げ、味方のパイロットたちに周知させたのです。こうして大馬力エンジンを搭載した F6F や F4U といった新鋭機が登場し、ここからゼロ戦の優位性は失われていきました。それでもゼロ戦が第一線で活躍し続けたのは、その優れた信頼性にあります。栄エンジンは整備がしやすくて故障が少なく、操縦性と安定性もすこぶる良好でした。また後継機の開発が遅れたこともあり、ゼロ戦は改修を加えられつつ、終戦まで主力戦闘機として活躍したのです。第2位、日本陸軍が誇る最強量産機ハヤテ。日本陸軍最強の戦闘機といえばやはりハヤテと五色戦の名前が並ぶことでしょう。どちらも優劣はつけがたいのですが、三式戦闘機飛燕の胴体に金星エンジンを装備した機体が五色戦なのに対し、四式戦闘機ハヤテは一から設計され、強力な連合軍戦闘機と戦うために開発された戦闘機でした。また次世代を担う量産機として大きな期待がかけられていたといいます。さてハヤテを開発したのは中島飛行機ですが、
陸軍は当初から厳しい要求を突きつけていました。それは 12.7 ミリ機銃2丁、20ミリ機関砲2門を装備する重武装に加え、防空、制空などあらゆる局面で活躍できる戦闘機の開発でした。しかも最高速度は680キロ以上出せというのですから、まさに無理難題そのもの。そこで中島飛行機は最強クラスの2000馬力エンジン H45 を採用し、かつてのハヤブサや正機を踏襲した設計を行いました。昭和18年3月に完成した試作機K84 は重武装に加え、優れた防弾装備を重視した戦闘機となっています。ちなみに海軍は格闘戦に特化した戦闘機を重視するあまり、防御力を軽視する傾向にありました。しかし陸軍では大馬力エンジンによる高速を生かしつつ防御力を高めることで搭乗員の生存率を高めていたようです。そして戦局が悪化しつつあった昭和19年4月、正式に4式戦闘機ハヤテとして採用されました。ハヤテは格闘能力もさることながら、高度6000メートルで660キロの高速を出すなど、大東亜決戦機として期待が寄せられます。また B-29 による本土空襲が懸念されるようになると、対爆撃機用に特化したオツ型が開発され、合わせて4門の20ミリ機関砲が装備されました。ハヤテは生産開始から終戦までわずか1年半で3577機が完成しますが、これはゼロ戦ハヤブサに次ぐ3番目の生産機数となっています。そして中国大陸やフィリピン、ビルマへ送られたハヤテは連合軍機と交戦して大きな戦果を上げました。強力な武装としぶとい防御力によって、連合軍から最強の戦闘機として認識されたといいます。しかしハヤテの登場は遅すぎました。太平洋戦争になると日本の工業水準は低下してしまい、それによってハヤテの稼働率は目に見えて落ちていったのです。さらにハヤテは特攻機として使われるようになり、その実力を十分に発揮できないまま終戦を迎えることになりました。第1位、太平洋戦争末期に米軍を震撼させた新鋭戦闘機紫電海。日本海軍最強の戦闘機と謳われたのが紫電海ですが、誕生のきっかけは水蒸気の開発から始まっています。海軍の要望に基づいて設計されたのが強風だったのですが、重いフロートをつけた水蒸気では連合軍の新鋭機に太刀打ちすることなどできません。そこでフロートを外して主脚をつければひょっとして高性能が期待できるんじゃないか、そんな考えから生まれたのが戦闘機紫電でした。確かに紫電は大馬力エンジンを装備したことでかなりの高速は出せたようですが、それでも性能的には不満足です。そこで根本的な設計変更を加えた上で全く新しい戦闘機の設計に乗り出しました。まず主翼の配置を低翼に置き換え、伸縮型の主脚を標準タイプへ変更、胴体断面を絞り垂直尾翼の形状も変えるなど、空力的な合理性を追求したといいます。さらに自動空戦フラップを装着することで格闘能力と旋回性を向上させました。やがて試作機は昭和19年1月に完成し、紫電が抱えていた問題をすべて解決。2000馬力のホマレエンジンが搭載されたことで630キロ以上の最高速度が期待されました。海軍もテストの結果に満足し、改めて紫電海として量産を命じたのです。紫電海もまたハヤテと比較されることが多いのですが、最高速度はハヤテの方にやや分がありますが、防御力については互角。また紫電海は20ミリ機関砲を4門装備していますし、空戦における機動性も
ハヤテ以上の実力を発揮できます。つまり最初から米戦闘機の撃滅を意図した機体であり、防空任務専門の局地戦闘機だということです。昭和19年11月、源田大佐を司令とする第343海軍航空隊が松山基地で編成され、紫電海と紫電が集中配備されました。また部隊長編隊長には優秀な技量を持つ歴戦パイロットが当てられ、米軍機との対決に臨んだのです。実戦において紫電海は期待通りの性能を発揮しました。昭和20年2月、米軍機の襲来を受けた紫電海が短期で12機の F6F と渡り合い、そのうち4機を撃墜しています。また翌月には343空の紫電海が米艦載機部隊と遭遇戦を行い、たった1日で52機を落とすという大戦果を挙げました。しかしどれほど優秀な戦闘機でも数が揃わなければ話になりません。紫電海は400機が完成した時点で終戦を迎え、その活躍は限定的なものとなったのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの分配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。